ターのみんなは稽古場で特訓ですよ。はい、急いで。あばずって、あずって、あばずって。いいね、いいね。しんくんも嫁候補の5人もなんだかいまいち奥手でもどかしかったんだ。これはまたこないチャンス。よし。ここは関係者以外立ち入り禁止のはずだが。不法侵入。相変わらず君たちは頭が固いな。まあまあ今はそんなことより恋の話だったな。恋恋恋恋来い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 。ならばこの恋愛経験豊富な私が恋の素晴らしさを伝授してやろうではないか。いいか、恋は素晴らしいぞ。恋は人を豊かにする。そして恋は人を幸せにする。さあさあ君も一緒にだ。女の子は恋をして大人になるの。男の子のキスを待って眠れない夜数えている。のお迎えを待っている。しかし待っても待ってもなかなか行動に出てくれない。奥手で優しくてだからちょっとほっとけなくて。でもそんなところがとっても可愛い。しんくん、あ、いや、そんな男の子にはぜひとも女の子の方から積極的に。そう、せっ極的に。さあさあ恋せよ乙女。なな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 な。恋恋やっぱり私が認めるような男じゃなきゃ。そういう男に育てるっていう手もあるね。恋愛小説のように障害のある恋や時には失恋だって情緒があって素敵かもしれない。
ダイアナ。そうよ、ダイアナ、ファイト。どうすればいいんだろう。好きな人はまあいたなら、でももしかして、はあ、何ニヤニヤしてんだい、ミニ。なんでも。ねえ、リカは好きな人いる？いるぞ、信じろ。そんなはっきりと？リカ信じろのこと、ハンバーグとかホットケーキぐらい、大好きだぞ。あ、食べ物と同じ？なんかお腹空いたな。ホットケーキ、ホットケーキ。スバルさんは？僕も好きだ。まさか信じ。ハンバーグやホットケーキがな。もうスバルさん、もう